ございます。今日はヨッチにドッキリをかけたいと思います。イエーイ。題して、企画がなかなか始まらなかったらヨッチは怒るのかドッキリです。イエーイ。ということでね、そのヨッチが怒っても終了なんですけど、ヨッチ最近気づくようになってるじゃん、ドッキリかって。だからヨッチがそのやってる中でドッキリって言ったら、もう即終了にしたいと思います。なるほどなるほど。そうで、私とりっちゃんはヨッチを怒らせにかかる。そうだね、何回も言い間違えてるね。そう、もうわざとらしく、本当に人がイライラするであろうことをめっちゃくちゃにやります。はい、ということでね、ヨッチの反応楽しみにやっていきましょう。はい、それではどうぞ。あっちそっちそっちです。りっちゃんです。なに、どうした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 。じゃあ、あっちそっちそっちからいいかな。はい、あっちそっちそっちです。りっちゃんです。サプラミになっちゃんです。はい、ということでですね、今回ははい、ごめん、ポケイ。何が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 、どこが挨拶挨拶早くなかった今。あっちそっちそっちです。りっちゃんです。パッパラパッピーなっちゃんです。遅すぎでしょ。知らん。いや、わかってきたよ。そういうのありだと思うけど。嘘、ごめんごめん。おいおい、自己紹介どんだけ変わっとるんや。大丈夫大丈夫。はいはい、あっちそっちそっちです。りっちゃんです。パッパラパッピーなっちゃんです。はい、はい、待って、 OK みたい。めっちゃ良かったじゃん。ザッキー、いいじゃん。無駄に飛んじゃった、無駄に飛んじゃった今。ここを閉めろ閉めろ、そこ開くんじゃない、ここを閉めろ。変ちゃんは変ちゃんな。なんで俺が変なの。いや、もう素直。はい、はい、はい、いきます。あっちそっち、やっぱり閉める、これ、これなっちゃん、なっちゃん。はい、あっちそっちそっちです。いっちゃんね。パッパラパッピなっちゃんです。はい、はい、ということですね。かんだー。かんでねえよ。もういいよ。はい、挨拶にどんだけ時間かかる。俺のせいじゃん。ごめん、俺のせいじゃん。はい、これはなっちゃんが落ち着くまでやらないよ。はい、行きましょう。あっちそっちそっちです。りっちゃんね。パッパラパッピーなっちゃんです。はい、はい、ということですね、今回は超巨大な黒板。おっ、ちょっと、これさ、黒板さ、黒板にしたら巨大じゃないんだよ。黒板にしたらちっちゃいんだよね。巨大じゃないんだよ。そう、巨大だよ。すみません、嘘でしょ。すみません、巨大じゃない。いや、いきます。巨大が長いあ、じゃあ巨大な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 、あ、普通の普通のもう普通にさ、黒板作ろう。黒板作ります。黒板作ろうで、うん、やろうやろう、はい、いきますよ。はい、くっ、ね、はい、はい、ということで今回ですね、黒板を作っていきたいと思います。イエーイ。黒板を作っていきたい。変だね。はい、巨大でもいい。まあ、普通の学校で使うものよりはちょっとちっちゃいって思って。ちょっと待って。はい、ということで今日はちょっとということですね、今回は、はい、巨大な巨大な。いや、でもさ、はい、もう、なんなんだよ、今日。え、なんて、なんて、なんて響き的に、巨大よりも超巨大の方がいいけど。超巨大な。で、でも、でもさ、この黒板があってみや、そこにめっちゃ、おわ黒板あるやん。あー、まあでも、分かった、分かった、まあ、じゃあ、超巨大にしよう。いいな、超巨大でいいんだな。いいんだな。じゃあ、巨大何よ、ニヤニヤニヤ。じゃあ超巨大でいいのか。超巨大でいいんだね。そんな攻めるの。いや、いいよ、またなんか話の途中で言われたらたまたまやるよ、ほらやるよ、ほらやるよ、やるよ、はい。はい、ということで今回は超巨大な黒板を作っていきたいと思います。イエーイ。いやでもさ、はい、学校とかにある黒板がさ、うん、はいはい、ここにあるってヤバくない？いや、やばい。てか自分で作れるんだね。まあそうだね、まだ作れるかどうかわかんないけどね。あー、これなのギーとかやれる。いやー、そんなできんのかな。いや、わかんないわかんない。え、黒板って板でできてるの？板でしょ。え、じゃあもう結構ギーってできるかもね。ギーってできるかもしれないね。いや、まあほんまに近づけたいよね。そうだね。はい、はい、うん、大丈夫かな、今の会話。違うね、テンションめっちゃ低かったかも。ちょっとなんかグダグダ感もある。じゃあ、すごくないみたいな私が言うから、はい、いいとかやりたいねとかそういう感じで、いい嫌いいいとかなんか、うん、中継みたいな。いや、やっぱギーやめよ、そしたら。あ、ギーやめよ、ギーやめよ、ギーやめよ、一回作って、実際に作って、あー、できるかどうか実際にチョークで描けんのかなみたいなね。
いやでもさ、はい、学校にあるあの黒板が家の中にあるってヤバくない？いや確かにね、やっぱさ、ちっちゃい頃からずっと黒板見てたからさ、やっぱ本物に近づけたいっていうのはあるよね、うん、もう一回言う。いやでもあるあるとかにもさ、結構こうさ使っちゃうよね。ねえ使っちゃうよね。なっちゃう使っちゃう。やばい、おいおい、わかった。じゃあ黒板あるあるもやりたいよね。今あははいいじゃん。おお、じゃあさ黒板、じゃあさ、いや何でもいいよ何でもいいよ。え、そしたらさあるある黒板なっちゃう。ねえ、ちゃんとして。もうふわふわ終わったから。ね、つかな。え、そしたらさ、はい、黒板あるあるとかにも使えるよ。あ、確かに。あ、そうだね。やばい、黒板あるあるってできるのさ、私たちだけじゃないじゃん。確かに、確かに。ね、確かに。ダミさんは噛んでたから、多分もう一回言った方がいいと思う。嘘、噛んでた？うん。黒板あるあるって言ってた。今日細かくね。細かくね。材料はこちらです。オッケー。ビリ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 、うるさい。はい。よし。はい。喉めっちゃ痛い。じゃあ早速作ってみましょうか。はい。じゃあ、ちょっと、それ早速、それ早速やるかじゃん。じゃあ早速、じゃあ、ちょーい。いいよ、ゆっくりです。ごめん、疲れてるの。うん、まあ大丈夫。二人ともね、疲れてるよ。さっきね、ふわふわで疲れてる。俺は疲れてないみたいな言い方の。よっちよ、今日ピリピリしてる。ピリピリしてないわ。それでは早速、それでは早速材、それでは早速材料は、肩。マジで、え、マジで、はい、材料、マジでやばい、やばい、素材やばいよ。それでは早速作っていきましょう。はい、材料はこちら。はい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 、どれだけ時間かかっとんねん。はい、ということで、なかなか企画が始まらないドッキリ。うざ、いつ起こるのか。うざでした。よっち全然怒んなかったね。いやでもイライラしてた。イライラしてたけど何も言わなかったね。いや、うざ。え、すごいね。もうね、私が困ったの。どんだけ待つのって。まあいつも通りだったかなっていう。嘘、全然違うよ。なっちゃんでもうこういう感じやん。そんなことない、いつよりひどかったね。はい、ということでね、よっちが怒らないでした。それよりもこっちが切れねえかなって俺心配してた。だからヨッチが焦ってたんだ。そういうことか。こっちがぶち切れることは俺心配してた。じゃあ焦ったから切れません。はい、ということでね、この動画が面白かったら高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画までお会いしましょう。またねー。これ一本になる？うん、マジで言ってる。うん、チャンネル登録はこちらから。僕たちに実験検証してほしいことを募集中です。オファー下の概要欄。